こんにちは、双葉栄養専門学校調理実践科2年、押見ハイネです。小さい頃から料理をすることが好きで、家族や友人に美味しいねと言われたことが嬉しく、好きなことを仕事にしたいと思ったからです。得意料理はオムレツです。調理実習では日本料理、西洋料理、中国料理の技術を学んでいます。技術だけではなく、食品学や食文化、特に衛生面についての知識も学んでいます。また専門学校では語学の授業として英語の他にフランス語や中国語の勉強もあります。好きな授業は西洋調理実習です。家庭ではなかなか使わないヒタベラメ、オマールエビ、ラムなど珍しい食材を触ることができるからです。高校の時は勉強と部活を頑張っていました。生徒会長もやっていました。やっておけばよかったことは、とにかくたくさん遊んでおくことです。進学活動では気になったところには必ず足を運び、学校の雰囲気を実際に感じるようにしました。中学生の頃からパティシエや料理に興味があり、高校生になってすぐに調理師学校に行くと決めていました。双葉のオープンキャンパスには何度も参加しました。先生の指導が丁寧で分かりやすかったので、双葉に入学したいと思いました。ピザやパスタが大好きで、カジュアルなイタリアンなお店で働きたいと思っていました。専門学校で勉強を始めてからは西洋料理がもっと好きになりました。将来はイタリアンのお店に就職し、経験を積んでから自分のお店を持ちたいと思っています。調理師、栄養士、パティシエを目指す皆さん、気軽にオープンキャンパスに参加することが難しく、進路を決めるのも大変だとは思いますが、双葉栄養専門学校のオープンキャンパスでは楽しい実習とたくさんの知識を学べます。参加お待ちしてます。